知りたか。全国屈指の強豪校福大大濠バスケ部、今年の春10人の3年生たちが旅立ちの時を迎えました。その中の一人、3年間マネージャーとしてチームを支え続けた野原裕太郎君。そんな彼の夢とは。小さい頃からバスケットを始め、どこにでもいる活発な少年だった野原君。しかし小学5年生の時に心臓に疾患が見つかり、11歳という若さでプレーヤーとしての道が閉ざされてしまいました。ただそれでもバスケに対する情熱は冷めることなく、次のステージに選んだのは選手をサポートするマネージャー業。長い部の歴史でも前代未聞、指導者を目指すコーチングを学びに京都府から単身福岡へ。名門大濠バスケ部の門を叩きました。その自分はそのコーチになりたいっていうそこの強い意志があって、大濠高校っていうその伝統がある高校でコーチングを片峰先生のもとで学びたいっていうことがあって、その自分もその中の一員として日本一取りたいっていうところがあって大濠を選びました。今までこう選手としてね、県外から来るという生徒はたくさんいましたけれども、コーチとしてね学びたいということは、私自身すごくやっぱ嬉しかったです。彼に必要な経験、機会というのをたくさん与えてあげたいなというふうに思ってました。24時間365日バスケットのことだけを考えてきた毎日。練習中の指示出しはもちろん、選手の食事のサポートまで。献身的なその姿勢が全国屈指の強豪校といわれる福大大濠バスケ部を支えてきました。部内での存在の大きさを表すエピソードがあります。2年前の冬の全国大会ウィンターカップ、福大大濠が全国制覇を成し遂げた時、監督やコーチに次いで胴上げをされたのが、自分が京都からマネージャーしてきて本当に異質な存在だったと思うんですけど、自分が頑張ってることを本当に認めてくれて、でも本当に片峰先生とか支えられて、ここまでいろんなことできたなっていうふうに思ってます。同級生と汗水流して頑張ってきたので、本当にこの学年で良かったなっていうふうに思います。バスケットに時間を費やしたことで、そのコーチとして一流になっていくためには、やっぱこれだけ、これ以上の時間をかけていかないとダメだなっていうふうに、自分でも感じさせられた3年間だと思います。最高の仲間たちに囲まれたかけがえのない3年間の高校バスケ生活。そして現在、野原くんは次のステージに向かって走り始めています。なんと目指す舞台は海外。バスケ王国アメリカでコーチングの武者修行を行うため、現在英語の猛勉強中です。上のカテゴリーとかでコーチをしていきたいなっていうふうに将来を考えていた時に、コーチとしてのスキルを磨くことも一つ大事かなって思ったんですけど、それ以上に英語とかそういう海外で学ぶことの方に魅力を感じて、でアメリカの大学に進学しようと思いました。今まで大濠で体育館にいた時間ぐらいはやるようにしようとして、5、6時間とか、それぐらいはやってると思います。世界のね、トップを実際に目で見て肌で感じて、しっかり勉強してくることによって根拠のあるものにね変わってくると思ったので、彼が留学してアメリカにっていう風な話をした時は僕もものすごく嬉しかったし、賛同しました。そうですね、将来の目標は B リーグとか上のカテゴリーで、コーチとして活躍することが目標です。いろんな考えとか、その立ち振る舞いとかにすごく憧れる部分が大きかったので、そういう片峰先生のような指導者になりたいなっていうふうに思ってますけど、いずれ片峰先生を超えるようなコーチになっていきたいなっていうふうに思います。